HKT48 のお出かけ忘年会かよろしくお願いします。お願いします。ねえ、改めまして2連覇おめでとうございます。ありがとうございます。いやー取るんだ。もう外すんだ。恥ずかしくなった。そうかそうか。いかがですか気持ちは。いや嬉しいですよ。本当に嬉しくって、もう最近楽しいことしかないっていうぐらい本当に幸せです。改めてファンの方の大切さ分かりましたし、HKT メンバーも改めて好きだなって思いました、ね、なるほどね。あとちょっと先にいいですか。お父さん3位の発表の時私ちょっとテレビ改めて見たんですけど、第3位獲得票数何とか何とか何とか、H 来るなよ H 来るなよ言うてましたね。私の1位上がってましたね。いやこれね、もうなんや、いつの間にか俺こんな人間になってんねん。いやほんまになんか言われてん。俺もほんまにあれはちょっとこうなんかこうゲスト呼ばれたからってちょっと大げさちゃうかって言われた時にはたと気づいたわけ。うわわわ、俺もうそこまで染まってしまってんねん。俺はもう番組呼ばれたからやってるって感じじゃもうなかったもん、もはや。何がすごいって、あのスタジオで高見菜の次に詳しいわけ。そうすごいですよね。嬉しいです。いやでもそちらもすごかったですけども。そうなんです、今日はですね選抜総選挙でランクインした葵たんと富吉と植木がゲストに来てくれました。よろしくお願いします。汚い靴下で来ちゃった。いや植木お前汚すぎだよ。なぜか私だけボロボロの。いやほんまやで、小学生でも捨ててるで。難しい。 ありがとう植木。ありがとう植木はなかなかですよね。だいぶおすべりだった。なんか自分の中ではありがとう植木って叫ぶつもりだったんですけど、それだったんですけど、なぜかこう感動しちゃって自分が入ったことにありがとう植木っていうなんか微妙なテンションで、そうか、かしこまった感じで言っちゃったんですよね。もしかしたら呼ばれないんじゃないかとか考えたんですけど、席がちょうどサッシーの真後ろだったんです。はいはいはい。だからその時はその時で新聞とかに映れるんじゃないかなと思って。そんなこと考えながらやってんのみんな。もしこの席に残っていた場合、速報で55位に呼んでいただいてたんですけど、結果では圏外で、55位を超えたあたりから正直これもしかしたらやばいかもなって思ってたんですけど、全然目標よりはるかに高い順位で呼んでいただいて嬉しかった。はい、いつも仲良いグループのリコピと駒田が先に呼ばれて、あこれはその仲良いグループの中で富吉だけ呼ばれないパターンだって勝手に思っちゃって、で富吉ももうそう思ってて泣いてて、あですごい後ろで富吉が泣いてるの見て、うわかわいそうって思ったんですけど、声かけに行くほど仲いいわけじゃないから。それじゃあね、いわゆる佐賀口がこう呼ばれた瞬間っていうのはおめでとうっていうのとちょっとあるやん。や正直うわこいつ呼ばれよったみたいな、素直に喜べた。どうなん実際。喜べなかったです。はい、そして初めてのランクインです。はい、おめでとうございます。生、すごい生。去年が80位で上がったね。そうなんです、ギリギリだったんです。お出かけでほらあったじゃないですか、あの、泣いて話したかい。ああそうそうそう、みんなの座談会みたいなね。あれは本当に影響あったと思いますよ。おそう、はい、ファンの人もすごいあれで心打たれたとか、見ながら泣いたっていう人もめっちゃ来てくれて、本当ですよ。そうか、そういうこの番組も、ある程度ねそうやって影響も出てきてるかもしれないよね。はい、嬉しい。これでもね、この指原が1位を取るかどうかっていうところっていうのはみんなもう絶対取ってくれる。HKT メンバーめちゃくちゃ祈ってましたね。自然と嬉しいですね。だから俺も奥さんに見せられたで、なんかあんたこれ出回ってんで言うて、それこそなんか24万の時かな、の時にお前がなんかあーあーってやってて、メンバーがうわーって言ってるワイプで俺がうわーお出かけの一枚みたいな、それがすごいなんか出回ってたらしいで。嬉
HKT から19人、はいはい、がランクインしました。そうですよね。いやだからコージナなんかもちょっと、そうなんですよ、もっと上予想やってんか、うん、私絶対20位台だって思ってた。なあ言うてたもんな。やっぱ総選挙ってそういう油断がねダメなんだと思うんですよ、うん、例えばそのリコピとか、はい、前回37位、今年はもっとランク上げられる総選挙が強い子なんですよ、はいはい、なのに今回下がって59位になってしまったり、やっぱり入ったことはもちろん嬉しいけど、ここで呼ばれるかっていう悔しさは会場ではどうなん感じ取れた？感じ…スタジアム全体が、あーって言ってなっちゃう。もうそこまでの声が出んねや。だからまさかの順位の子は、うん、わーってなったりとかするんですけど、うん、こっち側もあーってなるし、ファンの皆さんももうあーってなっちゃう。そんな感じなんや。オナガも正直狙えたよな。めっちゃ悔しそうでしたね。おー、選抜メンバー全然狙えた。俺はその入るんやろなみたいな。私も入るんだろうなって思ってました。あー、なんかどっかでくじけなきゃ一個上がんないですよね。うーん、鹿島や。メルちゃんがね、今回は43位。やっぱりね、初期からもう2トップ、その2期の中では一番センターでやってきてるので、ただその私がトイレに行った時にちょうどメルが出てきて、うん、ずっと泣いてたんです多分裏で、マネージャーの間でも田島がいないって言ってて、田島がいない、今から撮影なのに田島がどこにどっか行っちゃった、メルちゃんの捜索願いがスタジアム内に出てるぐらい、もうちょっと誰にも会いたくなかったんかな。そうだから、そういうね、やっぱ総選挙って単純な人気投票じゃないので、そういう話を聞いて、そうか、まあそうやわなとか言うてる俺はすごいねいつの間にこんな染まってもうてんねやろ